来ました所沢に。どうも。今日は何日？今日9月12日です、ね。12。9月11日に、僕我々の同期のね、ちょっと内田圭君が2008年か、はい、不慮の事故でね、亡くなったんでね、あの彼の今日9月11日遅いんですけど、なかなか来れてないということで平原君と。お墓参りにね来ようと思ったんでね、すごい来ました方に。まあけどね、仲良かったよね。仲良かったですね、うっちーとは、はい、うっちーももともと埼玉だったよな。埼玉ですね。まあけどね、こうやってお父さんもすごいあれだもんな、競輪好きで、毎年結構いろんなこうグッズとかもな、そうです、ね、作りながら、はい、まあけどね、こうやって風化するっていうか、なんていうかな、こういうのって忘れないように。僕らは忘れることはないと思うんですけど、まあ、皆さんにこのなんていうんだろう、ね、忘れてもらいたくない、ね、そう、うちにね忘れてもらいたくないから、まあじゃないけど、まあいろんなこと思いを込めて、まあこういうところで僕が発信できれば、同期なんで ね、仲良かった。僕も同級生なんでね、平原はもう近くでめちゃめちゃ仲良かったんで、はい、競輪学校時代もいろいろね思い出が あったんですけど、思い出ありましたね。ちょっとお墓こんなとこに、所沢シティメモリアル、シティメモリアルってとこなんですけどね、皆さんももし機会があればですけどね、ちょっとこう参って線香でもね受けてもらえればいいかなと、ね、はい、まあ同期もね、まあ来れてない人もたくさんいると思うんで、そういうためにもちょっとお墓参りしようかなと思うんでね、ちょっと行ってみましょう。行ってみましょう。お願いします、はい、案内してください。お願いします。ここにね、こういうのがあるんですよ、内田さんの用語。あ、うちがあるんだ。すげえ、ちょっと、うちのね、ね、こう、あ、ほんとだ、あ、ほんとだ、あ、こんなのあるんだ。あ、うちの、なんか面ですね。なんかちょっとこう来るもんがあるな、なんか久しぶりに見てる。まあそうですね、こうやってみんなこう、あ、本当だ、来てくれた人が貴重しとんだ。そうなんです、してくれてるんですね。あ、すげえ、こんなだけ久しぶりに行った、すごいな。こういう、あ、平原の名前もあってるで、僕が緊張ですね。あ、そうか、はい、まあ、こんなような感じ。こんな年、本当だ、この9月11日にもかかわらず来とるな、みんな。そうですね。これでも結構前ですよ、だいぶ頃。ああ、吉田健一待ってんのか。吉田健一。あ、そうだ、ブログの。ああ、本当だ、みんな来とるな、同期も。すげえ。結構ね。バイサーとかもわかるな。あ、広瀬さん。広瀬さんも来とるな。同期結構来とる。あ、支部長。支部長がね。岡田西洋とか。西洋さん来てますね。こんな感じで、じゃあ、森谷さん。ビジット、ビジット。これが今のか。そうそうそう。なんでもいいんで。9月12度でな。12ね。あ、青じゃない。青で見えんかな。青です。いいか。12。ああ。なんでか。え？これ決めてなかったけどさ。いや、面白いこと書いてくれる。面白いこと？俺一個名前しか書いてない。ああ、そういう方なんじゃ、まあ、名前、まず名前か。ああ、みんなに愛されてよかった森谷陽介。これ見てね、思ったこと、愛されとるって。そうですね。ああ、名前それも一番だ、あれだな、来たっていう、あ、87期って書いてるんだからね。そう、いいね、はい。ああ、ちょっとエミルお墓に行きますか。あ、ではよいしょ、こんな感じでね。ああ、そうやな。おれ、おぶろ、おぶろ、おぶろ、気をつけてな。こういう感じで、
レーム広い、広くて綺麗なとこやな。うん、あ、マスクな、外だけんな、はい、ちょっと、今中だったけどね、うん、俺も死んだらこの墓でいいな。な、まあ、考えられんもんな、ほんと、そうですね、うん。あれは線香、あ、持ってきたの、あ、これさすが、だいぶ久しぶりなんだ。あ、本当やな。あ、本当だ本当だ。まだちょっと鳥肌が立つな、なんか。ですか？うん。ああ、これケイ君のね、見えるかな。なんかこうあれか、水をあそこからここにあるね、試着が。かけて。うん。一回昔岩田さんと来たことある。あ、そうなんだ。その時。ああ。生前記念。あった時に。西武院から近かったもんな、結構今30分かからないもん、ね、かからんもんな、うん、やりますか。ちょっとお手本を、お手本、お手本なんだよ、お手本をお花にまずかけて、そこだか、はい、まあ、パンと、そうやな、綺麗にな、ちょっとかけようか、ちょっとだけど考えられんよな、ちょっと動機が、ああちょっと後ろ持ってきて、うん、なんか良い感じで、うん、あまあちょっと、うん、こう、ああ、ここを取って、ここ、ね、うん、取ってね、綺麗にしといて、うん、やれることやってますからね。だからいつも綺麗ですよね。うん、綺麗よな。赤い石がめっちゃ熱いっすよ。ほんまや、黒だけのさ、ちょっと黒系ね。なるほど、感じでいつも、そうやな、水を、そうや、線香ちょっと上げてね、ちょっと先、僕も先ですか、いいよ、先にお願いします。ちょっと、まあ同期も見てくれたらな、そうですね、いいですね、うん、来やすいというかね、まだまだ来れてない人もいると思うんで、ね、遠い人はやっぱな、はい、なかなか、そう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 、そんなにやるんだ。いや、別に決まってないです。これはもうシンプルに、はい、手が入れそうな、これやってんか、元気するかな。な、そうですね。あまあそうやな、たまには会いに来てください。たまにはな。俺は遠いけどな。けど最近こうやってこっちに来る機会結構あるけんさ。そうそうそう、そう、うん。ちょっと誘ったりして一人で来るのは寂しいけどさ。いやいやいや。来てくださいよ。いや寂しいじゃん、一人で来るのも。誘うから。そのために僕誘うんですか。そのための同期やん。絆やん、同期の。いやいやいや、うちも笑ってる。相変わらずだなって言っとるで、うちは。
まあ負けて来れてよかったな、こうやって。そうか、27歳の時だったもんな。そうっすね。だって俺は42だけんな。ほんとっすよね、同級生ですもんね。同級生だけん、そう。うわぁ、そっか、14年ぐらいか。14、5年ですね、経ちますね。まあ、上で。そっか、あ、そうだ、この間、ピコちゃんっていう、ワンちゃんも。あ、亡くなったんだ。亡くなっちゃったね。あ、大事にしとったよな。そうそう。あ、それも今入っとんだ。はい。なるほど、なるほど。あ、ほんとだ、ワンちゃんの。ほんとや。名前刻まれてますね。この間までなかったんで。ああ、そうなんだ。はい、あ、なかったんだ。なかったです、なかったです。へぇー。なるほどね。慣れてる。うまいな、撮るのが。そりゃそうです。まあ、こうやって誰かが来て置いてくれたんだよ、これも。ね、すごいっすよね。いつ来てもこういう感じなんですよ。あ、そうなんじゃ。私今見とっても結構、ね、いろんな月にあったもんな。本当にいつも綺麗に。愛されてるな。なんかね。花も綺麗が。お父さんも見てくれたらちょっと嬉しいよな。嬉しいっすね。まあな、皆さん、こんな感じでね。まあ、よかった、来れて。まあ、こうやって、まあ、関東に来ることがあるから、僕も、また。なんじゃあ、ベスト6の旅に。そうだな。まあ、練習のためでもいいよ。いや、練習はもう。いい、いい、いい。撮影してるだけですから。撮影してるだけ、そうですか。人が苦しんでるところを。あ、そうか、そうか。まあ、うちもな、よう練習しとると思うけんな。まあ、そうですね。そうよ。まあ、よかった。まあ、また。来れたら、まあ撮影はせんと思うけども、まあこんな感じでね、まあよかった、来れて、皆さんもね、ちょっとぜひね、こうやって来た際にも綺麗な、ね、天気良かった、晴れてね。すごいですね、暑いですね。所沢やな、ここは。ここ所沢です。西武園から近いんでね、ぜひぜひ、こんな感じで、はい、うち。